音音ね。やっぱ4気筒好きな人であれば、一歩上のテクニックを必要とする、それを探求するのが意外と楽しいんです。皆さんこんにちは、 MSTV アシスタントの小鳥ちゃんこと高梨レイラです。 MSTV ナビゲーター、そしてテストライダーの丸山博です。はい、はい、今回も、うん、はい、BMW 3台、同じバーハンドル仕様のネイキットなんですが、はい、でもね、3台のエンジンキャラクターが違います。はい、直列4気筒、はい、ボクサーツイン、パラレルツイン、はい、もうすでにパラレルツイン、ボクサーツインの魅力は語ってきました。はい、今回はですね、直四ですよ、うん、前はね、 BMW 直四はねほとんどやってなかったんですよ、はい、だけどもう S1000、うん、RR とかからね、はい、ものすごいものを作ってきてたので、うんうん、そいつの、ま、ネイキッドバージョン、アップハンドルバージョンね、はい、こいつの魅力を語っていきたいと思います。はい、それでは行ってみましょう。行ってみます。さあ行ってきました。はい、高速道路からワインディングまで、はい、小鳥ちゃんはですね、うん、最初からもうこれこれこれって言ってましたよね。言ってました。パラレルツイン、はい、そしてボクサーツイン、はい、そして直四、はい、乗ってみて、うん、こいつの良さは一体何なんですか。こいつの良さはやっぱり、うん、まあ、4気筒ならではの、うん、他のエンジンとは違う回す楽しさ。おー、あとはダントツで軽い、うん、車格もあり大きさもありの大型バイクなんですけど、200キロちょっとなんで、うん、やっぱ元のベースとして S1RR のまあ兄弟車というか、うん、はい、スーパースポーツがありのネイキッドなので、いろんなところがすごくね軽量に作られてるので、うんうん、だからこそあのタイトな走りもできますし、音音ね、やっぱ4気筒好きな人であれば、私もね、自分のバイクで4気筒持ってるからこそ分かるんですけど、回した時の甲高い音の楽しさ、乗る楽しさを一番感じるのがやっぱ S1R。 そうですね、重量に関してはね、はい、本当は直四はね重たいはずなんですよ、うんうん、全体的に、4気筒になってくると重たくなるんだけど、うん、はい、ここは元のベースが SS、うん、まあ、スーパースポーツ、スーパーバイクというレースカテゴリーの中での軽量化されたマシンがベースの形になるので、はい、うんうんうん、だから結局他のマシンより軽いから結構扱いやすいんだよね。扱いやすい、取り回しがすごい、やっぱ同じく3台取り回してても、うん、軽ってなります、うんうん、そこはエンジン特性というよりは、まあ、どんだけコストをかけて作られたかっていう形なので、本当はエンジン特性でいうとね、まあ、そんなことはないんだけど、うん、エンジン特性として、うん、こいつのね魅力、はい、4気筒の魅力っていうのはね、はい、いやもうまさしく言い当ててたんだけど、うん、結果ね、うん、回す楽しみですよ、うん、上の方に比べると下はね、うん、クワーって言ってるだけで、うん、実際にはそんなに走ってない。確かに、うん、まあ、1000cc なんで、うん、ある程度のトルクはもちろんあるんですけど、うんうん、F900R と、うん、R1250R に比べると発進がねちょっとトルクの薄さを感じるかな、うんうんうん、だから発進のしやすさで言うと先の2台の方が全然しやすい、出やすい、滑らかと思うんですけど、うん、走り始めて高速道路とかでね、うん、追い越し車線ヒュッて入った時とか、うん、あとは料金所出た時とか、はい、やっぱね、いや面白いなって思うんですけど、ただね、ワインディング規定を一つ思ったのが、結構エンジンシャープ、うん、とんがってるから、うんうん、ちょっと難易度が高いなっていうのは思いました。素晴らしい、うん、それも逆にね、この直四シリーズのエンジンのパラツイン、ボクサーツインから直四に何がいいかっていうのは、うん、一歩上のテクニックを必要とするバイク、必要とする、それを探求するのが意外と楽しいんです。はい、コーナーリングしてる最中って
下の回転だったらそんなに、ね、ドーンって出ないんで、うん、コーナーはしやすい、うん、でもねオートバイを立ち上げてこうやって起こしていくに従って、うん、高回転にしてった時にピタッてはまった時に気持ちいいから、うん、コーナー一個一個もギア選ぶのよ。そうですね、あとアクセルワークがより緻密、うん、そうそうそう、グワッて上げたらうわってなるので、うん、そこをどの回路でアクセル回路、うん、コーナーごとにやっぱそこは変えていかないといけないですし、進入も同じくなんですけど、うん、それを考えるとよりねちょっとテクニックが必要かなって思うバイクです、うん、あとはね先ほどこのボクサーツインとかパラツインっていうのは結局エンジンも小さいし、うん、あのロール曲げる方向に寝かしやすいっていうのを言ったけど、本来は結構重ためでね、うんスピードが出てくると意外とね、うん、直進からオートバイ寝かすのっていうのは一瞬重たさがあるんですよ、うん、ただそこはねホイールベースとかトレール量キャスター角で逆に曲がるようにしちゃってるんだけど、うんうんうん、その分意外とシビアなんですよハンドリングも。あ、はい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 、だからコーナー入ってってスッとこうねフロントが入ってって旋回力高いんだけど、自分でよく考えてないと曲がりすぎちゃったりとか、ラインがね定まんないってなるけど、はい、パラツインボクサーツインっていうのは綺麗な大きなラインを描いていくんだけど、うん、意外とねくるっとタイトに曲がって、うん、回転数うまくかわしてピュッと出るっていう、はい、これをねコーナーごとに一生懸命うまくいったうまくいかないうまくいったやったやった気持ちいいってで、あれ失敗したそう失敗があるから楽しさもあるっていう、はい、そんなところをね実は楽しんでるマシンではあるかな、うんうん、はい、じゃなかったらこんな馬力峠でいらないもん。いらないだけどそこにはめてって気持ちよくなれるところを楽しんでるし、はい、うん、まあスーパースポーツとしてね生まれた、特製のエンジンをね、うん、扱ってみる、うん、テクニックをねこう駆使してみるっていうのは、うん、若い子でも結構、うん、そこにね魅力感じてる人いると思いますよ、うんうん、っていうか小鳥ちゃんそうだもん。だってそうですね本来まあ、ネイキッドバイクであんまこうスポーティーな走りってしないですけど、うんうん、スーパースポーツほど、ポジションがシビアじゃないのでやっぱり乗りやすいですし、うんうん、最初に高速道路乗って思ったのは普通に街乗りがしやすい。ただですね、うんうん、今回比較してる車両が、うん、ネイキッドのアップ版なので唯一これだけはね、まあ、普通のこうバー版気持ち前傾、うん、だからこそでも良いところはスポーツライディングがよりしやすいんですよ。そう抑えが効くし、うん、だいたいねここまでの馬力来ると、うん、ね本当のアップハンではね耐えきれないから、無理ちょっとこうフロントにかけてあげる、荷重をかけてあげないと、うん、フロント浮き上がっちゃう。そうあと先ほど言ったねそのディメンションホイールベース、はい、キャスター角トレール用から言っても、うん、ちょっとフロントに荷重をかけてる方が、うん、こいつは走りやすいんで、うんうん、やっぱね少し前傾がないといけないんですよ、うんうんうん、だけどそこでバランスの整っている、うん車両なのでねやっぱりスポーツライディングを楽しむっていう形かな、うんうんうん、スポーツライディングの探求をね、うん、しながら楽しめる、うん、だけどね S1000RR のように、うん、あそこまでの前傾で、うん、あれはあれでいいと思うよあれはあれでそこを思いっきり楽しむ車両だけど、うん、だけど意外と普段乗りもできるっていうことで、はい、俺は意外とねこれ良かった、うん、軽くてパワーがあってで意外と普通に走る、うん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 、正直今回乗る前は、うん、まあ、ちょっと言っちゃうとあれなんですけど、うん、ネイキッドでそんなシャープなエンジン、うん、馬力、うん、どこで使うのと思ったんですけどやっぱそのエンジンの楽しさはあるけど、うん、だけど街乗りで使いたいってなると本当にネイキッドが一番ぴったりなんだなっていう。そう高価なエンジンレーシング仕様の高価なエンジンを普段使わせて楽しませてくれるっていう意味で、はい、この、まあ、S1000R がねある、はい、で他にもね、うん、全ての装備、ま、サスペンションでしょ、はい、ブレーキでしょ、はい、とにかくクオリティが高い。やっぱりズバ抜けてるというかね、うん、クイックシフターの接度感もめちゃめちゃいいよね。これぞレースを進みますよっていう同じようにね、うん、全部にちゃんとクイックシフターもついてるんですけど、うんうん、より緻密ショックが少ない、うんうん、本当に、うん、まあ、そういったところもね、まあ、お金かかってるマシンだな。それをアップハンというかねバーハンドルにして手軽に乗せてくれるという車両になってるなっていうのはね、うん、ちょっと改めて思ったかな、はい、あとまあ唯一前の2台と違ってクルコンもついてるのでそうねそうここまでグッとクルコン全てにおいてグリップヒーターついてるのすごいけど ね、うん、すごいですよね。いやそれは思いました、うん、特に2本前の動画で言った F900R、はい、あれはね
価格帯を考えてあのグリップヒーターあと ETC、うん、いろいろ標準装備でついてるのはかなりお買い得感あるし、うん、買ってからいろいろつけるっていうの結構大変じゃないですか、うんね、だけど BMW モトラットの出してるバイクってだいたい標準装備でしっかりついてるんですよ ね、あの辺って 600cc 以下クラスの価格設定だよね、うん、そう、それは本当に思います思います、うんうんうん、ちょっとエンジンかけていいですか。あ、いいですよ。それをちょっとやっぱり私たちが気に入った、うん、レーシングレーシングマシンサウンドだよね。相変わらずこれはすごいわ。いや、てか、うん、あのさっきの2台と同じような感じで回したら回転数全然違う。はい、ということで、はい、じゃあそうですね、スペックの方をちょっとね読み上げていただきましょうかね。はい、今回試乗した SNR、 こちらの車両のスペックをご紹介したいと思います。はい、エンジンは油冷水冷フォースト DOHC 並列4気筒、総排気量は 999cc、 最高出力が165馬力の1万1000回転、最大トルクが114Nm の9250回転、シート高は 830mm、 装備重量が 204kg、 そして価格が198万7000円となっております。ということで、今回はね、うん、パラレルツイン、ボクサーツイン、うん、そして直列4気筒とね、はい、同じバーハンドルネキッド仕様のバイクでも、うん、BMW のバイクでも、うん、3種類のエンジンを持ってきてね、はい、それぞれの良いところをちゃんとエンジンの特性を理解しながら乗ってみると、うん、良いところがそれぞれあって、うん、デメリットを打ち消し合ってね、うん、はい、じゃあ誰がどんな風に乗るのにいいのかっていうのがね想像つきますよね。はい、でもなんだかんだ言ってワインディング持ってくるとどれもそれぞれ楽しいね。もうそれぞれの楽しさがあるし、ある、要はね、その理屈に合ったテクニック乗り方でやるとよく走るのよ、それも。そんなところがね、今回小鳥ちゃんに理解できたんじゃないかなと、思います。はい、ということで今回は BMW の S1000R の魅力について語ってみました。今日もご視聴ありがとうございます。この動画がいいねと思った方はグッドボタン、チャンネル登録をよろしくお願いします。さらに NSTV ではチャレンジ女子アナ、男子キャスター、そして番組制作スタッフを募集しております。また NSTV 制作委員会のご参加応援もよろしくお願いします。詳しくは動画の詳細欄をご確認ください。